こんにちは。いつも本サービスをご利用くださいましてありがとうございます。この動画はですね、リフレクションサロンの有料会員限定で配信しているコーチングスクールのトレーニング動画です。リフレクション会員以外の視聴は厳禁となっておりますのでご注意ください。この動画は全5部作のうちの第4回目オウム返しようやく編となっております。まだ1から3章をご覧になってない方はまずそちらからお願いいたします。繰り返しになりますが、基本的にはコーチングスクールの成熟度というものもペアやチームのマッチングの指標になっています。自分が学べば学ぶほど自身もスキルの高いペアとですねマッチングする仕組みとなっております。これに限らずコーチングスキルはマネジメントとかパートナーとの会話とか友人の相談とか、非常に様々な場面でですね生きるスキルかなと思いますので、ぜひ積極的に学んでいただけたらなと思っております。それでは第4回のオウム返しようやく編やっていきましょう。まず復習からです。オウム返しというのは相手が言ったことをそのまま繰り返すことでしたね。例えば今日はめっちゃ疲れたわーに対して、今日はめっちゃ疲れたんだねと繰り返したり、今回の旅行はめちゃくちゃ楽しかったんですよに対して、今回の旅行はめちゃくちゃ楽しかったんだねと繰り返したり、このように相手の言っていることを忠実にオウム返しにするスキルのことを指します。今回学ぶ要約のオウム返しは正直かなりの応用編で、そのまま返すわけではなく少し工夫して伝え返す上級編のオウム返しになります。要約スキルっていうのは〇〇ということですねと相手の話をまとめて相手に伝え返すスキルのことです。これができるようになると相手の考えとか気持ちの整理のお手伝いができたりとか、話をコンパクトにしてあげたりとか、要点だけを切手にフォーカスしてもらえるようになります。まずは具体的なイメージを一つ。昨日さ、めちゃくちゃ上司に怒られてさ、正直自分が悪いかどうかも分かってなくてモヤモヤしてんだけど、何が起きたかというと、上司に頼まれた資料作成の締め切りをこう間違ってたみたいなんだよね、俺が。でも指示を受けた時のメモを見ると、そもそも上司が指示を間違ってたんじゃないかなと思ってんだよね。に対して、そっか、締め切り間違いで怒られたけど、上司の指示自体が間違ってた気がしてモヤモヤしてんだね。このように要点だけを端的にまとめて要約して返すようなイメージ。これまでのそのまま返すオウム返しとは、まあおそらく格段にレベルが上がってます。ただ難しくはあるんですけど、これを習得するといろんなメリットがあります。まずメリットの一つ目は、こうしっかり理解してくれてるなぁと相手が思ってくれることですね。まとめてちゃんと伝え返すことは、私はこのように理解してますよというメッセージでもあります。そのためそのメッセージを受け取った話では、そうそうしっかりと理解してくれてんじゃんとか、ちゃんと分かってくれてるやんと感じてくれて安心して話し続けることができます。ただ要約のポイントが違ったりとか、相手にとって正しく要約できてないと逆に分かってくれてないなって思われてしまうこともあります。なので慣れるまでは自分の理解を確かめる風で伝え返すようにしましょう。さっきの例で言えば、そっかそっか、締め切り間違いで怒られたけど上司の指示が間違ってたような気がしてモヤモヤしてるってことだよね、理解合ってるかなといった具合です。違った場合は相手が正してくれるので、要約のオウム返しというのは自分の理解が合っているかを確認する機会にもなります。そしてもう一つのメリットは、話が整理されることですね。コーチングにおいて話してっていうのは、こう頭を返さずに思ったことや感じたことをそのまま話してくれるケースが多いです。そのため必ずしもね、こう理路整然と整理されているとは限りません。むしろ整理されてないケースがほとんどです。あなたがそれを要約して伝え返してあげることで、相手も自分の感情とか思考を整理することができます。では少し練習しましょう。なんか表情疲れてるね。そうなんだよね、昨日接待の上替えでめちゃくちゃ疲れたよ。かなり大きなクライアントで、こっちの参加者も偉い人ばかりで気遣いしちゃったわ。普段よりも頑張って飲んだから、こうお酒が残ってるのもあるね。これに対してはいかがでしょうか。少し皆さんどのように要約してお迎えするか考えてみてください。はい、私ならこのように要約して伝え返します。大切な接待で頑張りすぎちゃったんだね。いかがでしょうか。もう一例言ってみましょう。なんかお前今日ウキウキしてるな。そうなのよ、前話してたほにゃららちゃんと明日やっとデートなんだよね。めちゃくちゃドキドキしてるわ。もちろん楽しみなんだけどね、でも緊張する。これに対してはいかがでしょうか。少しまた時間をとって考えてみましょう。
はい、私ならですね、このように要約して伝え返します。そっか、デートが楽しみすぎて緊張してんだね。いかがでしょうか。じゃあ最後に仕上げでもう一例だけいきましょう。どうした、浮かない顔してるな。はい、実は昨日お客さんがあまり来なかったんですよね。今日も少ないと今月の目標達成かなり難しくなるので不安でして。はい、それでは考えてみましょう。はい、今回の場合、私ならですね、今日もお客さんが少ないと目標達成が難しくなるから不安なんだねと返します。いかがでしたか。ようやくスキルは難易度は確かに高いものの、かなりビジネスシーンやマネジメントでも生きるスキルなので、ぜひ実践してみて知識を自分のスキルに変えていただけたらなと思ってます。それでは次回が最後、承認スキル編についてお話しします。フェアセッションにてこのあたりをクリアできたと思った方は、ぜひ次の動画に進んでみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。